タレントのリューチェルさんが東京都渋谷区の事務所で死亡しているところを発見されてから一夜明けた13日に、昨年8月に離婚した元夫人でタレントのペコさんが自身の SNS を更新して、訃報を受けて全く現実とは思えませんでしたと心境を明かして、大きな反響がありました。それで今回はそんなリューチェルさんの元妻のペコさんの追悼の言葉や、リューチェルさんが家族にかけた最後の言葉についてまとめてみたいと思います。ぜひ最後までご視聴してくださいね。モデルのペコさんが7月13日自身の公式インスタグラムを更新して、元夫でタレントのリューチェルさんが12日に亡くなったことを伝え、このようなことを皆様にお伝えしなければいけないこと、未だに信じられません。息子に、息子が大好きなダダのことを伝えるのは、今日まで生きてきた中で一番辛い瞬間でしたとコメントしていました。長男のサマースクールのため、グアムに滞在していたペコサは、長男の誕生日前日の10日、実はリューチェルさんも、日本からお祝いしに来ていたと説明されていました。誕生日当日は朝に帰らないといけないから、前日の7月10日、息子もスクールをお休みして、丸1日、たっぷり3人で出かけて遊び、大はしゃぎして、息子の5歳をお祝いしましたと言って、家族3人で見た虹の写真をインスタグラム披露していました。ペコさんのその時のコメントは、皆様に、たくさんのご心配をおかけしております。7月12日、リューチェルが亡くなりました。このようなことを皆様にお伝えしなければいけないこと、未だに信じられません。息子に、息子が、大好きなダダのことを伝えるのは、今日まで生きてきた中で、一番辛い瞬間でした。リューチェルと出会い、結婚し、私たちの最愛の息子が生まれてきてくれて、そして、去年、新しい家族の形で進んでいくことを皆様にお伝えさせていただいて、リューチェルと出会ってから今日まで、その時その時の形でこの先一生かけても足りないくらいのたくさんの愛をもらいました。去年私に勇気を出して自分の抱えていたものを打ち明けてくれたこと、そしてそれを私には計り知れないくらいの不安や葛藤とともに皆様にも打ち明けたこと、たくさんぶつかりもしたけれど、一緒に息子のことを第一に考えて同じ方向を向いてくれたこと、そして思い悩み苦しんでいた時も息子のこれからをいつだって考えてくれたこと、私は今も、そして息子が大きくなった時も胸を張ってあなたを一番愛している、最高のダダだよと息子に伝え続けます。私と息子は、息子のサマースクールのため、グアムに数週間滞在する予定でした。息子の5歳のお誕生日だった7月11日の前日は、実はリューチェルも日本から、お祝いしにグアムへ来てくれていました。息子のお誕生日当日は朝に帰らないといけないから、前日の7月10日、息子もスクールをお休みして、丸1日、たっぷり3人で出かけて遊び、大はしゃぎして息子の5歳をお祝いしました。この虹も3人で見れた虹です。お誕生日当日の朝、一緒に息子をスクールへ送り、日本に帰ってくる時、空港にお迎えに行くからねと、まさか本当の別れになるとは思えない、いつも通りのとってもフランクな行ってらっしゃいでした。息子を送った後は久しぶりに2人でご飯を食べ、いろいろ報告し合ったり、涙が出るほどお腹を抱えて笑い、気をつけて帰ってねと。そして7月12日に連絡を受け、全く現実とは思えませんでした。そして今日、息子と日本に帰ってきました。息子のこともたくさん心配していただいて、私はリューチェルが出会わせてくれた私たちのかけがえのない息子を必ず守ります。リューチェルへの温かい応援、本当に本当にありがとうございました。リューチェルがこれからは、穏やかな気持ちで、リューチェルのなりたい自分で、空から見守ってくれることを祈って、このように亡くなる直前の様子を明かした上で、ペコは、
そっと見守っておいていただけたらと思います。親族や友人への取材や、憶測などでの記事掲載も、どうか控えていただきますよう、よろしくお願いいたしますとマスコミに呼びかけて、最後を締めくくりました。ペコさんについてですが、1995年平成7年6月30日生まれの28歳は、ファッションモデルやタレントとして活躍しています。モデル時代は奥平徹子として活動していましたが、2021年11月にペコに改名するまで、メディアなど主には愛称のペコ名義で活動していました。元夫のタレントのリューチェルさんとは、離婚後も事実婚状態ですが、事務所によると人生のパートナーであり、事実婚ではないとしています。そんなペコさんとリューチェルさんの2人は、2016年12月31日、リューチェルさんとの結婚を発表しまして、2017年9月10日に挙式と披露宴を行いました。2018年2月3日には、第一子妊娠を報告して、同年7月11日に男児を出産しました。2021年9月30日付で、夫婦でスターレイプロダクションを退社しました。2021年10月1日より、夫が代表取締役を務める。個人事務所、比嘉企画に所属。2021年11月10日に、夫の個人 YouTube チャンネル、リューチェルワールドにて、夫婦で、アルファベット表記のペコへの改名を夫経由で発表して、改名の理由については、夫婦で所属事務所を退所し、夫が代表取締役を務める。個人事務所を立ち上げたからだと説明されていました。2022年8月25日に、夫から本当の自分のことを言えずにいる苦しさを、毎日一人で抱え込んでしまいました。父親であることは、心の底から誇りに思えるのに、自分で自分を縛り付けてしまっていたせいで、夫であることには辛さを感じてしまうようになりましたと告白され、夫婦関係から人生のパートナーになったと公表しました。翌26日に、所属事務所が離婚届を提出していたことを公表、事実婚というカテゴライズではないですが、新しい家族の形として同居は続けるとしていまして、今後の新しい家族としての生き方が注目されていました。そんな中での訃報には、ペコさんにとっては本当に信じられない出来事でして、かけてあげられるような言葉も見つからないほどでした。リューチェルさんのご冥福を心からお祈りいたします。いかがだったでしょうか。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございます。皆さんはどう思われたでしょうか。前向きなコメントを残してくれましたら、嬉しいです。この動画が気に入りましたなら、高評価とチャンネル登録を、お願いします。それでは、またお会いしましょう。